南高生の FM 議論。いやささ、はいや、奪いました、今日初めてのですね、収録ということになりまして、まあ、いつも私がズームでね、純奈さんがスタジオにいてという形でやっているので、まあ、スタートからねちょっとバタバタしておりましてですね、ツイキャス、の方すいませんお待たせいたしましたというところで、この声は純奈さん聞こえてるのかな？聞こえてますというところで、もう奪いました、いきなり最初失礼しましたあれなんかちょっと声枯れてますね、大丈夫ですか？あら、昨日の時喋りすぎてるのも半分ありますね。はい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 、この線を刺しといた方が、はい、ですね、もしかしたら録画がうまくいってなかった可能性あるので再度撮り直しましょうか。はい、はい、じゃあ撮れてなかったのですいませんけども、ツイキャスの皆さんバタバタしてちょっと申し訳ないんですけども、オープニングからもう一回やり直します。はい、あ、これは途中で僕が入れるので今ので分かったので、入れたいタイミングで刺せばいいんですよね。はい、 OK です。じゃあすいません、スマホしばらく預かりますねすいません、めんどくさいことになっちゃって、バタバタ、まあまあこういうのも2時、うん、まだ8分だったらギリ連続でやれば間に合う、うんうん、これ何で流れてるの？あ、押しちゃったんだ。あー、なるほど、 OK、 いっちゃってもらっていいっすよ、あと30分、うん、はい、いやさあさあ、はいや、録画なんでね、時差があるっていうのもまたちょっと面白いですけれども今回はですね、7月2日分のですね収録というのを初めてやっているわけですけれども、まあすいません、いきなりバタ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 ということで、まあこのラジオを聞いてる人はね、そのバタバタ感がわからないかなまだごまかせてるかなっていう感じはあるんですけれども、今日純奈さん初めてのズームでの参加というところなんですけども、そうなんですよ、すみません、なぜ僕が仕切って喋ってるのかよくわからないというところでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。なんか今日 いつもよりなんかかっこいい感じというか清楚な感じというか、そうなんですよ、よくぞ気づいてくれました、はい、ちょっとこの後真面目なって言ったらおかしいですけど、そうですね、はい、お固めのちょっとお仕事を控えておりまして、はい、それでちょっと今日はシャツを、じゃあ一周回っていただいていいですか無理、モデルとかはやらないです無理でなんかアイロンかけてないんでこの後ジャケット着るんで、はい、じゃあもうちょっと初めての収録というところで、まあ、ちょっとバタバタしているんですけれども、はい、まあ、内容はね、はい、いつもと同じような感じで、はい、ツイキャスもやらせていただいているので、皆さんからコメントいただきながらですね、やっていきたいなというふうに思ってます。助かります。はい、そしたらですね、オープニングちょっといきますね。
はい。ちょっと待ってくださいね。そうですね。さあ、今日も始まりました。チャンプルネットアンツ。この番組は、もちっと新食感のもちるふる様、琉球大学東宇省地域科学研究所、宮古島市狩俣自治会が運営する、つながろう狩俣プロジェクト、アンツメンバーズのスポンサーにてお送りいたします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは、797@fmgino1.com また、FM ギノワンでは、ツイキャスト YouTube ライブで、影響と音声をネット配信しています。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動してますので、たくさんツイートしてください。また、サイマル放送も始まりました。スマホの場合は、アプリ、リッスンラジオ、または、マイチュナラジオで聞いてください。パソコンでお聞きの方は、FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。完全全編同時放送をお楽しみいただけます。ということでですね、まあ、前回と同じくですね、このオープニングのところを、はい、まあ、AI コバヤン、誰でしたっけ、コバヤンって言ってくださった方、AI コバヤンにちょっと任せたわけなんですけれども、まあ、前回聞いてない方ももちろんいらっしゃると思いますので、どういうことかと言いますと、AI を使ってですね、AI の中のディープフェイクというですね、技術を使いまして、私の声、まあ、3時間分ぐらいかな、3時間分ぐらいから学習させて、私の声をまた新たに作り直したというようなものになります。で、その声に、まあ、いつものね、スポンサー様とかそういったものを、読ませたというふうに言っていいんですかね、読んでもらったと言った方がいいのかちょっと分からないんですけれども、読んでもらったというのが今回の、この6音の話なんですけど、この裏に流れてるやつって止められたりします？止められないですね。あ、ごめんなさい、僕の耳の中にですね、実際に今これ収録なんですけれども、現在今 FM 技能案で流れてる言葉ががっつり、オンエアの、そうですね、オンエアされてるのががっつり入ってくるので、集中力がそっちに、そうなんですよ、そっちに持ってかれちゃってですね、片耳開けるといいの。ああ、確かに片耳開けると若干いいですね。集中力がそっちに持ってかれちゃってですね、何喋ろうかというのがですね、うまくまとまってないので、いつもよりたどたどしくなっているっていうのは実は正直あります。そういうところだったんですね。そうなんですよ。で、まあ早速。なんか小林さん。はい。どうぞどうぞ。いいですか。先週からその、はい、AI 小林に話してもらって、早速なんか私の仕事が一つワンブロック奪われたぐらいのやっぱ精度で、なんか間違いがないのでなんかいいのかなと思って、ちょっとツイキャスも巻き戻して私見てたんですけど、はい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 、聞いたんですけど、はい、割とやっぱりすんなりあれですね、耳だけで聞くと全然違和感なく聞けますね。まあ そうですね、今実際にねツイキャス見てくださってる方ですと、僕が喋ってるとねやっぱ僕の口が動くと思うんですけれども、ラジオだけですと耳で皆さん聞かれてると思うんですね、なのでその口の動くとかが気にならないので、もしかしたら受け入れられるかもしれないですね、はい。いや、すんなり聞きやすかったですよ、逆に。しかも、スポンサーさんのところとか、やっぱり間違いがあってはいけないので、うんうんうん、そういうミスっていうか、そういう人的ミスみたいなのもなくて、すごくいいなと思いました、やっぱり。もう本当に、それがやっぱりメリットだと思うんですね。うん。昨日も、不動産会社の社長さんと、賃貸とかやってらっしゃる社長さんとお話しさせていただいてたんですけれども、部屋借りるときって重要事項説明書みたいなのあるじゃないですか、長いやつありますね。そうそうそう、あれって社員さんにやらせてたら不安じゃないですかって質問を僕がしたんですよ。なるほど。そしたら、そう、あれ間違えられたらねやばいんだよねみたいな話をしてらっしゃいまして、はいはいはい、まあそれでこういうの使ったらいいよねっていうような話
を実はしてたんですけれども、まあ、間違いはしないんですけれども、今度お国にね、これでちゃんと説明したのっていうふうに言えるかがわからないので、今すぐっていうのは使えないんですけれども、技術的にはね、お客さんも質問したら回答できるっていうような形まで持っていけば、単なる録画とは違くてですね、説明ができるので、まあ今後そういうふうに間違えちゃいけない説明とか、あとは僕も社長ね、一応やらせて、社長というか上の方やらせてもらってるので、考えるときあるんですけども、要はしてはいけない説明とかあるじゃないですか、使ってはいけない言葉とか、お客様にお話しするとき、でそれって従業員に責任を持たせられないんですよね。結局誰が悪いのってなったら僕が悪くなっちゃうので、上の方が悪くなっちゃうので、いくらこういうこと喋んなよっていうふうに言ってても、テンパっちゃったりしてるとね、やっぱ出ちゃったりするじゃないですか。それってまあしょうがねえなっていうふうに思うんですけども、しょうがねえなじゃ済まない時があるので、確かにそういう時にはこういった今ジュナさんが言ってくださったような技術が使えると、まあ上の方にいる方たちはヒヤヒヤしなくて済むかなみたいな。まあケアレスミスが少なくなるってことか。そう、まあただ AI も完璧じゃないので、やっぱりその隣に人間とかはいた方が僕はいいと思うんですけどね。いくら技術が進んだとしても、AI イコール 100% 無敵ですではないので、隣に人間はいた方がいいと思うんですけれども、要は今までだったら一人で説明しなくちゃいけなかったと、で間違ってるか間違えてないかってその人の判なんですかね、その一人が判断してるわけだと思うんですけれども、これがじゃあ2人でお客様と話してました、3人で話してましたって言ったら、1人が喋ってることを間違えてたら誰か気づくじゃないですか。そうですね、それを人件費かけなくてできるっていうふうに思ってもらえるといいのかなと、要は AI が喋って人間が間違えてたなと、 AI 間違えてたなと思ったら突っ込めるわけじゃないですか。なのでそういう使い方がいいんじゃないかなというふうに僕は正直思います。なんか対お客さん、対お客さんがいるときに、お客さん側の立場とすると AI もいて、そこに AI だけじゃなくて人がいてくれるという瞬間っていうのはまだありますもんね。そうですね、AI だけじゃちょっと心もたない感じが。そうですね、私なんか放置されてんの、これ雑に扱われてんのみたいな感じになっちゃうと思いますし、3番手ぐらいのなんか、はい、そういう使い方が、まあ技術が進んだとしても結局リアルが大事なので、人件費っていうのが2人も3人も置かなくて済むんで、もちろん落とせますし、間違えなくね、間違える可能性がかなり低くなると思うので、そういうミスっていうのも防げると思いますし、もう使い方だと思うんですよ。任せっぱなしみたいにしちゃう人はちょっと僕は怪しいかなみたいなのは正直思います。はい、まあ、本当にそう、確かに今言ってみたいに本当に人がいてやっぱり成り立つものなのかな、今のところまだっていう感じはしますよね、聞く側のお客さんの立場として。今ちょっと公式の LINE っていうか、ツイキャス見ながらいろいろ出てるんですけど、神田さんが先週と変えたでしょうって来てますけど、これはなんか心当たりありますか、小林さん。全くないです、全く同じものを使ってますね。じゃあ聞こえ方かな、はい、そうですね、多分聞こえ方と逆にもうそういうものだと思って聞いてくださってるので、敷居を多分下げてくれたんだと思います。おー、じゃあ聞く方の耳が上回ったってことですね、はい、AI でしょっていうふうに思ってくれてたんだと思います、おそらくですけど、答えとしては変えてないですという形です、ね、やり方いろいろやっぱりあるなというところで、はい、一つやっぱり先週のやつ聞き直したら、はい、AI よりこの話っていうのはなんか面白かったですね、やっぱり、ね、そうですね、もう一回見ちゃいましたもん。だって私、僕もここでなんていうんですかね、小池百合子さんの公式っていう風にチャンネル名がなってたので、本当かよみたいな感じでちょっとツッコミ入れちゃったんですけれども、はいはいはい、すいません、本物でした
偽物じゃなくてですね、あの AI ゆり子をやってるのはもう、小池ゆり子さんの公式のチャンネルでしたので、そこは違うんじゃないのって私、そうですね、私言っちゃったんですけれども、本人公認のもと、まあ本、まあ、もちろん本人もね出てらっしゃるチャンネルなので、本物でしたというところで皆さんにはちょっと報告をさせていただければと思うんですけれども、いやだって小林さん自身めっちゃびっくりしてましたもんね、これ公式だったわみたいな、はい、そうですね、で小林さんの話があって確かにそう言われてみるとみたいなところの話の展開もありましたもんね、はい、まずちょっと人数がそれほど多くなかったっていうところと、まあそこはあんま言うなよって話だとは思いますけれども、2800人ぐらいだったかな、だったのと、小池百合子さんぐらいの知名度ある方だったら、すぐ10万、20万は行ってもいいのかなと思ってたんですけども、まあ2800人ぐらいだったのと、まあまあクオリティとかの部分でね、今、クオリティという話がありましたけど、その今、AI のこの百合子ゆり子さん、AI ゆり子の話で言うと、はいはい、見た感じっていうところで、グリーンのジャケットを着た、うんうんうん、まあ、ゆり子さんがいて、はい、で、どういう感じでしたっけ、技術的には。そのディープフェイクと、まあ、冒頭でもお伝えさせていただいたディープフェイクという技術を使ってるんですけれども、これね、うん、実は声だけではなくて、顔だとか、そういった部分も、そのディープフェイク、まあ、要は似させられるですね技術というのが実はございまして、もうですねいろんなアプリというかソフトというかですね、皆さんのスマホでできるようなアプリもありますし、なんていうんですか、パソコンでしかできないようなそのソフトウェアっていうのもありますし、ただ一般の人、僕とか純奈さんとかもそうですし、はい、今聞いてくださってる皆さんもそうなんですけれども、一般の人でも無料で使えちゃうのもあるし、月額で5000円とか1万円とか払えば、まあ、もうちょっと安かったかな、ドルがね急に円安になってるんで計算するのめんどくさくなっちゃったんであれですけれどもまあ、4、5000円も出せば月額使えるとかいうのもありますし、本当にいろいろ出てきちゃってます。で、うんうんうん、今お伝えしましたように、皆さんはねもしかしたら私のことをねプロだと思ってるかもしれないんですけれども、私もともとね証券会社出身でですね、技術畑ではなくて営業畑と、まあ、あとはそういう金融のねなんていうんですかね、いろいろ取引したりですとか、はい、そういったところを生きてきましたので、こういうパソコン関係っていうのは正直ど素人です。コードとか全くわからないですし、なんとか言語とか言われても全然わからないの で、めちゃめちゃど素人なんですけども、うっすら知識は皆さんよりもしかしたらあるかもしれないですけれども、もちろんです。全然できないんですね。こんな私でも、まあ先ほどのオープニングでね、使ったやつ、なんかもう、私が作らせていただきましたし、で、うん、作るだけじゃなくてこれがわりかしあっさりね、うん、なんだろう、何日間もかけましたとかではなくて、確かに素材とか集めるのはそれなりに時間かかりますよ。で、その素材をそのソフトの中にポンポンっていう風に入れちゃえば、あと待つだけ。なんで一回やっちゃえばですね、ほとんど時間かけずにああいう声だとか写真だとかね、ができちゃうんですよ。で、写真、僕ですね、一個作ってきたのがあるので、それをですね、ちょっと共有、みんなにもね、見てもらおうかなと思うんですけれども、どういう素材で作ったかっていうと、先週のやつ、純奈さんも見直したっておっしゃられてたと思うんですけれども、はい、先週の放送の、FM ギノワのね、ツイキャスのアーカイブから、純奈さんを切り取ってですね、純奈さんの顔を僕の顔に入れ替えてみたっていう。どういうことですか？純奈さんの顔を僕の顔に入れ替えてみたっていうのがありますので、ちょっと見てもらいたいなっていうふうには思いますので、時間かかるかな、若干。はい、行
けます？動画からじゃあ行きましょうね。あ、動画があるのね。はい、ちょっと感想を言ってくださいね。ラジオの人はあれなので。ね、純奈さんっぽい、あの先週の純奈さんでしょ、これ。黒い服着て髪の毛も長くて、あ、私、うん、本物です。はい、ちょっとじゃあ再生していただきましょうか。何でしょう、今画面は止まってる感じですけど、先週の私の今、はい、あ、ちょっとじゃあ間違い入りました。ちょっとうっすら顔見えてません、純奈さん。いや、なんかちょっとなんか光った感じなんですよ。あ、光っちゃってるか。これね、ここの顔を僕の顔に差し替えてみたんですよ、 AI で。すごいんだけど、顔だけ？顔だけ、顔面だけで。だから下はこれ動画で見てもらいたかった理由っていうのが、下は純奈さんの動きそのもの、先週の放送そのもので、顔だけ僕に変わってるっていう気持ち悪い状況を作ってきたんですけど。え、喋るわ、動くってことは喋るってことですね。そうそうそう、喋る。喋るはね、そのまま、純奈さんの声、そのままです。どう見えます？で、小林さんが喋ってるってこと？喋ってるのは純奈さん。あ、だけど動いてるのは小林さんってこと？そう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 。あー、なんかちょっと飛んでるなー、ちょっとだけ。あ、はい、どうです、純奈さん見てみて。今大丈夫には音声の、動画を今純奈さんに見てもらってるんですけれども、どんな動画かっていうと、先週の放送ですね。先週の放送で、え、これ私じゃない？そうですよ。そこで顔だけ、顔どうですか、顔。ちょっと大きく見ないと分かんないかな。あー、これ、え、これ小林さん、私に見えるんだけど。ちょっと混ざってるかもしれないですけどね。目とか、なんか鼻とか、ありがとうございます。あ、ちょっとキモい。まあ女性に男性差し込んだからっていうのももちろんあるんですけれども、え、でもなんかすごいんだけど、これ、私の手の動きしてません？これ、はい、そうですよ。そのまま動きはそのまま純奈さんで、顔だけ変えたんですよ、うん、僕に。え、そんなことできるの？そう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 、そんなことできるんですよ。え、でも口のこの動きとか喋りも私の声なんだけど、小林さんから出てるって感じだけど、体は私っていう異様な、そうそうそう、顔面だけ変えてるっていう話ですね。これ写真なんですけど、どうですか、僕っぽいでしょ。まあ、これ小林さんですよ。眼鏡かけてないだけで。ちょっとやだ、なんかちょっと恥ずかしい。あ、確かにメガネかけてないから余計メガネかけてないだけで僕っぽいっていうのが、はい、分かっていただけるかなと思うんですけど、実はこれですね、どのくらいの作業時間かかるかっていうと、この動画と、まあ、写真、僕の写真を、用意しただけですので、まあ、ぶっちゃけ5分10分、でそれを変化させてくれるソフトに、まあ手順通り入れるだけ。なんで合計でね、20、まあ初めてやったんでね、僕も、はい、20分ぐらいかな、調べながらやっても。一応なんかこの間のその AI ユニコの話の、うん、ちょっとだけ戻しますけど、はい、AI の時もあれでしたよね、体はなんか違う方のこう、ジェスチャーみたいなのを喋ってる感じがあって、うんうんうん、あれは顔、首から上がドンとこう、ユリコさんになってたんですけど、今回は顔面だけくり抜いて、そこだけを変えた。そうですね、こんなことができるなんだ。動きとか口の動きとか、もちろん画面より下の動きは純奈さんそのものの動きをそのまんま使ってるので、顔だけ。これが20分ぐらいで一般の人ができるってことですよね。一般の人ができるって話、これってこんな鮮明にできるっていうか、まあ、出来上がりが良ければすごいなんか悪用されそうなイメージあるんですけど、女性と女性でやったりとか、使う写真をもっと、うん、似るように、例えば真正面から撮ったものだけを、うんうん、やったりとか、きちんとその辺、うん、もう少し逆に時間をかければもっと似てくるんですね。いやなんか芸能人のなんか、うん、お忍びデートみたいなやつもこういう感じで顔はめとかされてすごい問題になりそうじゃないですか。
そうですね、一般の人が SNS に風邪みたいな感じでこう載せてしまったらもう それもありそうですね。普通の人が、まあ、それはさすがに即訴えられると思うんで、あれです。まあ、よっぽどのバカじゃない限りやらないと思うんですけれども例えばなんですけど、今日ちょうどね、なんかフライデーっていう雑誌あるじゃないですか、はい、で、はい、フライデーの雑誌のなんかウェブ版みたいなのがあって、はいはい、なんかなんだっけ、投稿するじゃなくて、なんかもっと衝撃的な単語だったんですけれども、はいはい、要はチクるみたいなやつですね。要はその一般の記者じゃない人からネタを募集してるみたいなボタンがあったんですよ、ね。で、例えばそこにこういうふうに、なんていうんですかね、ディープフェイクとかで加工したやつを、声とかもね、やっちゃったりしたら、確かに気づかないで、それを、ね、ネタ元わからないで、掲載しちゃって、みたいなことって、起こりうるかもしれないですね。ですよね。簡単にできちゃうってなったらそうですよね。うん、なんで、まあまあもちろん取り締まりが入るっちゃ入るとはもちろんあると思うんですけど、そうですね。なんでこういう感じで、ね、まあ今純奈さんおっしゃられたように、まあ、うん、悪用する人っていうのもおそらく出てくるんじゃないかななんていうのは、うん、まあまあまあ僕も思うところではあるんですけれども、まあ皆さんもね、そういうなんていうんですかね、質問とかたくさんあると思うんですけれども、うん、まあ、そこの話行く前にカンパチさんから、顔出ししたくないパーソナリティにもいいかもねと、はい、犬の顔をつけちゃうとかさみたいなあると思うんですけど、投稿いただきましたけども、例えばアドさん、アド、うん、歌手の いらっしゃるじゃないですか、顔出さないじゃないですか、うん、やるっていうのはありかもしれないですよね。なんか確か最近アドさんのプロデュースで顔出さないアイドルみたいな刺激的な、まあ、僕ちょっと苦手なジャンルですけれども、そもそも出さないっていうところが一番最初なんかあって、そこから顔出ししたくない、一般の仕事もしたいしながらこのアーティスト活動したい、騒がれたくないみたいな感じで隠すようになった人たちが結構いる、増えたっていうのも多分あって、はい、お面をかぶったりしてるじゃないですか、今ね、狼かな、なんか言いますよね、はい、ね、言いますからね、そういう人たちにっていうことなのか、そういうためになんかできたりしますよね。ただ、テレビの編集の人めちゃめちゃ大変だなと思うんですけど、MV とかだったらいいですけどねテレビとかはやっぱ出づらいとは思うので、僕ちょっとおすすめはできないですけど、まあそういう使い方もあるでしょうね、うん、はい、まあまあまあ、カンパチさんありがとうございます。傷つけますね、きっと、はい、カンパチさん投げていただきました、ありがとうございます。あ、ありがとうございます、はい、お昼時間だったんでしょうか、はい、すいません、ありがとうございます。で、あと、まあなんかこういう話すると、まあ、悪用するんじゃないかっていうふうによく言われる話ではあるんですけれども、これって単純に AI だけの話じゃ僕ないと思うんですね、うんうん、例えばの話なんですけれども、分かりやすい話でいくと、もともときちんとした使い方をしたら便利だけど、間違えた使い方とか悪さしようとしたりしたら大変なことになるっていうものたくさんあると思うんですよ。例えばなんですけれども、うん、包丁とかハサミとか、うんうん、普通の使い方したらね、こうやって物が早く切れたりとか、ハサミもね綺麗に切れたりとかして、うん、すごく便利ですけど、こういう使い方したら動画で見てない人もいるからあれか、ね、ラジオの人もいらっしゃるので、ね、刺したりとかね、人を刺しちゃったりとかしたら、うん、ね、人にすごく傷つけたりとかね、しちゃったりすると思いますので、僕はこういうものと一緒だと思うんですね。 AI っていうのも正しい使い方すれば便利な使い方すごくたくさんあると思うんですけれども、間違えた使い方をすると、さっき包丁とかはね物理的に怪我させたりとか
ね、下手したら人の命奪っちゃったりですとか、そういうような、うん、あの物理的な傷をつけてしまうっていうのはありますけれども、 AI とかの場合は物理的に傷をつけるというよりはどちらかというと、なんていうんですかね、なんていうんですか、誰、心が傷つくとか、うん、見えないところに傷が入りますよ。そう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 とか、そういうのもあると思いますし、あとは権利ですね、うん、著作権だとか、あ、人格権だとか、はいはい、うん、いろいろあるじゃないですか。そういった権利を傷つけてしまう、うん、侵害してしまうっていうようなことが、うん、まあ、AI だと起きてしまうのかなというな、うん、話なので、物理的か物理的じゃないかだけの話で、世の中にあるものってやっぱり間違えた使い方をすると誰かしらを傷つけてしまうっていうのは僕は変わらないのかなっていうふうに思ってるので、じゃあ包丁を使うのやめましょうよっていう人、そういう動きをする人、まあ、中にはいるかもいる、知らないですけれども、大多数ではないですよね。もう包丁使うなって運動する人いないですよね。そうです、はい。なのでそれと僕は同じだと思うので、じゃあなんで包丁は、例えばの話なんですけれども、世の中にすごい危険なものだと思うんですよ、使い方間違えると。おっと、電波が。じゃあちょっとここで一旦 CM に入ります。はい、じゃあすいません、続きは CM の後にお願いします。はい、これでね CM 明けという形なんですけども、やっぱまだ収録慣れないなみたいな部分、どうですか、ジューナさんは収録、いつも収録ですか、ラジオとかは。あ、収録もありますし生もありますけど、多分ちょっと私がこうやってズームっていう形での関係になってるのは、多分いつも通りに行ってないっていう感じだと思います。なるほど、そういう私が現場にいたらそんなに本番と変わりなく行ってたんだと思う。あら、すいません、仕切り力がなくて、ね、小林さん、すいません、私から質問いいですか。もちろんです、どうぞ。とんでもない。さっきまでこの著作権とか、うん、まあ、人を傷つけてしまうこともあるという話だったんですけど、これだけ聞くと怖いなって思うけど、もちろん小林さんたちはそういうことを、まあ、事前にあるだろうなって予測して多分動いてると思うんですね。はい、それだから防ぐ方法として多分いろいろな技とか考えがあると思うんですけど、なんか方法はないんですかね。もちろんそういう使い方ができてしまう時点で、その意図的にそういうふうにするのか意図的じゃないにするのか、まあ差はあると思うんですけれども、どうしてもそういうことは起きてしまうと思います、可能性がある限り。で、まあそういう意図的にやってしまう人もいると思うんですけれども、まあ私たちの場合は基本的にメタバースの中で AI を利用しましょうねというような話ですので、私たちの規制の中で言うんであれば、そのメタバースの中で何かしら、まあ、例えば一番簡単なのはアカウントをバンしちゃってログインできなくさせる、あ、そういうことをしたら、いくらお金が残ってたとしても、ポイントが残ってたとしても、資格剥奪ですよですとか、そういう罰を与える
ていうのを最初から告知しておくこと、そしてそれを残念ながら起きてしまった場合は、今回は別に見逃しますねみたいなのではなくて、いくら身内であろうとも、きちんと罰することっていうのが、そういう抑止力になってくるっていう可能性はあるのかなっていうふうに思ってるんですけれども、これ私たちの世界はね、私たちで対応すればいいんですけれども、そもそもの話なんですけど、先ほどの包丁の話も、に戻すと分かりやすいと思うので、包丁の話に戻しますと、例えば人を殺してしまったら、懲役何年ですよとかあるわけじゃないですか。刑が下されますよね。そう。それと同じように AI を利用してこういうことをしたら、こういう罰則がありますよ、こういう罰金がありますよという罰を作っておくっていうのが、私は抑止力の一つになるんじゃないかなというふうに思ってます。で、今ってそれはないんですね。今はなんていうんですかね、それにドンピシャで当てはまるものっていうのはないと思いますし、判例もまだ出てないと思いますので、これからルールというのは正直決まっていくものになると思ってます。はい、これ AI を使う側、作る側、両方に多分こう、もしダメなことが起これば、作った側、使う側、両方にもこう罰っていうのが多分生まれてくるんですよね。おそらく同じ犯罪扱いの、そういうふうな形でする必要はあると思います、もうこれ皆さんの実生活に当てはまれば一番いいと思うんですけれども、最近はねちょっとなくなってきたのかなとは思いつつも、例えばなんですけれども、自分の住んでいるお家の近所で、悪いことしてる子がいたら、近所のおじさんでもおばさんでも、最近ちょっとなくなったかもしれないですけど、昔はよく叱ってくれたじゃないですか。もうめっちゃ怒られました、クワの実とって怖いおじさんとかがいてでもその人がいたから、例えば今思えばですよ、そのちっちゃかった当時からするとうるせえなあの親父って思ったかもしれないですけれども、今思えばその人がいたからいろいろね教えてもらったことっていうのも多分あると思うんですね。はいはい、ありますね。常識の範囲っていうか、こう LINE を教えてもらったのはそのおじさんおばさんかもしれない。なのでそういうなんていうんですかね、みんなでそのコミュニティがあると思うんですよ。うちのメタバースであれば、うちのメタバースのコミュニティっていうのができてくると思うんですけれども、はい、その中で利用者の方も、お前ちょっとその使い方やばいんじゃないのと、そういうふうに、みんなで言える世の中っていうんですかね、っていう方が僕はいいのかなっていうふうには正直思います。なんで罰則を作るだけがやっぱりいいわけではもちろんないんですけれども、先ほどおっしゃられてたようなそのラインがないと、やっぱり両耳すると話がまとまらないですね、片耳にします。ラインがないとどこまでやっちゃっていいのかなっていうふうに、その判断がつかない人っていうのもどうしても出てきちゃうと思うので、わりかしはっきりした線っていうのを引いた方がいいのかなっていうふうに思います。なるほどね。で、これはもう本当日本だけじゃなくて世界的に統一したルールっていうのを作らないと、日本ではいいけどアメリカではダメとか、逆もあったりとか、そうなると発展の妨げにもなってくるので、わりかし日本ってこういうの制作するの遅いんですよ。ああ、そうですか。仮想通貨とかの時もそうだったんですけれども、遅いので、早く動いてほしいなみたいな感じは正直します。でも作る側としてはそういうなんかこう、取り締まりを決めると、救いづらくなったりしないんですか？遊びができなくなったりとか、そういうことはない？いや、僕はないかなと思います。もともとそういう、なんていうんですかね、人を傷つけるようなものを作る、なんていうんですかね、できない方がいいと思ってるので、それは設定してくれた方が、AI 側で、例えばなんですけれども、現在ほとんどの AI に関して、その言語が
言語を理解する AI ですね、 NLP っていうんですけれども、言語を理解する AI は18禁の単語ですとか暴力的な単語ですとか、はい、こういったものに関しては逆に注意を促してくるっていうような仕組みになってます。なので例えばこれ例で出すだけですから、あのセクハラとか言わないでくださいねあの AI にいや今日、うん、いや逆セクハラでも思いつかないな、あの例えば言っちゃいけないような見舞いのことを仮に言ったと しても、うんうん、あの私は AI ですのでそういったことはできませんみたいな、うーん、なるほどね、回答が、そうかそうか、今もそういう感じですもんね、はい、来るので、うん、なんていうんですか、そういったことができなくなっちゃってるんですね。はい、あのカンパチさんもが今 AI はエッチなこと言わないみたいだよねっていう風に送ってきてくださってますけれども、 AI 側からも弾いちゃうんですね、きっと。弾きます弾きます、それを外してほしいっていう依頼はたくさん来るんですけども、うーん、理屈的にはできてるんですけれども、そこまで作るのに多分何年も時間かかると思うんですね。外すだけはできてますけど、そこの単語を喋らす、例えばエッチな単語を喋らすのには、うんうん、それをゼロから教え込まなくちゃいけないので、わりかし時間かかるんですけれども、うん、それが仮に、これってでも小林さん、はい、ごめんなさい話を追っちゃって、これ例えば法を決めていこうとか取り締まりをしていこうっていうところに差し掛かった時に、まあ今法で動いてるって言ったら、まあ検事さんとか弁護士さんとかって、まあまあ国会だったりいろいろあると思うんですけど、うん、そういう人たちがこの AI の仕組みとかその内容たるたるものを知ってないと作れないっていうことありません？いや、そのまさにおっしゃられる通りで、ね、知らなきゃ、うん、どこまでできるかわからなきゃ線は引けないので、ね、作れないと思います、うん、なので例えばまた別に私小池百合子さんのファンでもなければ、支持者でもないですよってめちゃくちゃ先に言っときたいんですけれどもはい、なんですけれども今回の、まあ、この AI という分野に関してだけ言えば、ここまで押しとけば大丈夫ですね、AI という分野にだけ言えばこの小池都知事が、ね、今やっているその AI ユリコっていう行動は僕は一石投じる行動かなと。ああいう立場ある方が実際にね、自分でもいろいろやってるっていうのはすごくいいことだなっていうふうに思ってますので、こういった動きが政治家だとか役所の上の方だとか、そういった人たちに早く、まあ自分がやらないと結局わからないので、物だけ見ても正直わからないんですよ。ですよね。僕も自分で手を動かすから、さっき、こんなのが20分でできちゃうんですよとかお話しさせていただいたと思うんですけど、聞く方も説得力があるし、何もやってない人がおそらく法律とか作ってもなんか点で的外れなものができてくると思うんですね。まあ、また例で出すとすれば、最近の話でいうと仮想通貨暗号資産に関して言えば、かなり的外れなものがね、うん、出てきてますので、うん、そこじゃないでしょう、はい、みたいな、うん、なので、まあいいのかだから、正直、まあ体験、皆さんが体験することを、うん、もしくはそうでなければ専門家に任すこと、うんうんうん、っていうのが大事なんじゃないかなって僕は正直思います。うん、特にその暗号資産仮想通貨のところもそうですし、 FX だとか為替、はい、株のところもそうです、うんうん、やっぱりその辺を、要はまあ私その辺の専門家でずっとやってきたわけじゃないですか、証券会社にいて、うん、国会とかたまに見てそういう法案とかが通ったりすると、みたいなね、ちょっと的がずれてるなとか、そこじゃないんだよ、もうちょっと踏み込んでほしいよなとか、いろいろあるか、そこじゃないでしょうっていう、うん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 、でもこれでだから、まあ、いろんな利権とかもね、逆に言うと僕は法律を作るプロではないので、そういう利権だとかいろいろね、うん、考えた上で、そういう、うんうん、
なんていうんですか、本当はここまでやり出したいんだけどとか、そういうのももしかしたらあるかもしれないので、この自分たちだけ側の意見をだけね言っちゃいけないとは思うんですけれども、ちょっと物足りないよね、うん、みたいなのは正直あるかなっていうふうに思います。なんか正直ですよ、私の気持ちね、はい、あのこういう法を作ってる人たちってもう大体おじいちゃんかなとか思ったりしてそういう人たちがどうやって勉強していくんだろう。だってこの AI の進化の速さと、はい、ね、どうやって向き合って勉強していくのっていうまあまあまあ、それってまあよく議員さんとかの話だと思うんですけれども、はい、僕はね、おそらくですよ、これは僕も実際のそこに深く関わってるわけではないのでわからないんですけれども、おそらく議員さんの秘書たくさんいるじゃないですか、秘書の方が勉強してるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。でそれを重要なとこだけ伝えてるのかなっていうようなイメージがあります。これは僕の体験上のお話なんですけれども、まあ例えば、ブロックチェーンですとか暗号資産仮想通貨のところっていうところで、まあ国会議員の秘書の方に勉強会やってほしいって言われて中田町まで行ってですね、はいはい、秘書の方に勉強会を開いてですね、はい、まあ、教えたっていう風な生意気な言葉を使っていいかわからないですけれども、教えさせていただいたりですとか、今回のこの AI の話に関しても、はい、はい、まあ先週ちょろっと匂わせちゃいましたけれども、そういう、はい、まあ国会議員の秘書をやってるような方にめちゃめちゃ質問攻めにあって、まあ、それこそ AI ユニコっていくらぐらい作るとしたらかかりますみたいなのも聞かれたりですねしたんですけども、議員さんってめちゃめちゃなんていうんですかね、議員さんじゃなくて秘書さんかって、うんうんうん、めちゃめちゃ勉強熱心だと思うんですよ。でもまあ先手先手打たないといけなくなりますもんね。いやもう本当なんていうんですかね、まあ僕いろんな人に教えるの結構好きなんで、お話するのも好きなんで、うん、こう質問来たらついつい答えちゃうんですけれども、うん、質問の内容がね革新的というかね、こうズバッと来るのが、的を得た、うん、なんで実際にやってる人じゃないと、うん、こういう質問来ないよねっていうのが、はい、秘書さんたちが来るので、はい、はい、すいません、僕は秘書さんたちと話すの結構好きですね。はい、で意外とそういう角度から質問するんだみたいなことがあるってことですね、はい、でその質問から逆に僕が自身が勉強させていただくことも多々ある、うん、あ、そうやって世間は思ってるんだとかですね、勉強させていただくこともすごくあるので、うんうんうん、めちゃめちゃまあ、一応教えている立場になるのかもしれないんですけれども、自分も勉強させていただいてるっていうような、うん、感じですね。へえ、はい、勉強熱心なんですね皆さんやっぱり、うん、まあね、じゃないとね、選挙に行からないでしょうし、いや先生が質問攻めにあってもこう横からこう紙差し出したりとかしなくちゃいけないですからね。ねえ、いやーすごいですね。あ、でもこういった形で AI っていうところまで国会というか、うん、こう先生方が入り込んできてるわけですね、少しずつでも、うん、と僕は正直思います。まあ少なくとも僕にこの間ねお話しさせていただいた人はすごい熱心に勉強されてましたし、質問もズバッと来たんで、おーみたいな、逆にねそんな感じ、この角度から来るかみたいな、はい、じゃあ我々一般人的にはどういうふうな、こうなんか勉強というか知識を得ることっていうのはどうすればいいですかね。利用者としてであれば僕は、うんうん、なんていうんですかね、そんな勉強なんかする必要ないのかなみたいな、そんな感じで思ってます。例えばなんですけど、ジュナさん、スマホとか今わりかし使えると思うんですけども、はい、スマホ使うのに勉強しました、はい、いや、やりながら覚えました。でしょ、それと一緒でいいんですよあ、そうなんですか。向き合い方としてはそれと一緒でいいんですよ。頑張るのは僕たちみたいな使ってもらいたい企業さん側、うん、
ね、スマホを作ってる企業さんがあのユーザビリティって言ってその使いやすくしたりですとか、分かりやすく使いながらでも分かるように、うん、そういうものを作ったりとか、昔でのパソコンで言うとあのなんですか、こういうブラインドタッチができるようなゲームとかあったじゃないですか。ありました。ああいったものを作って、簡単にやれるようにするとか、努力するのは企業さんたちの方。あ、なるほど。あのユーザーさんだから、皆さん一般の方たちは別に努力する必要なくて、そんな難しく考えることなくて、あ、これ AI だったんだぐらいな感じの、普通に生活してればいいだけです。だから逆に僕はやっちゃいけないなっていうことだけ一つ言っとくと、 AI は難しそうだから私はパスって言って考えから弾いちゃうことだけ、もう使わないみたいな、そういうふうに決め込んじゃうことだけやらなければ、はい、あとは自然に受け入れてれば、うんうん、勝手にスマホと同じように、うんうん、パソコンと同じように使えるように、うん、ある程度使えるようになってくるのかな、うんうんうん、そこからもっと踏み込みたいなら勉強すればいいし、そうもっと興味持った人は、ね、る時間を増やせばいいしっていう感じですかね、はい、なんで僕たち側に来たくて、はい、あの例えばあの働きたいよという人たちはそれは勉強してもらわないと、それはもちろんダメですけれども、ユーザーさん側は僕は勉強する必要ないかなっていうイメージで思ってます。まあでも AI が進化するっていうところで、うん、あの作る側の皆さんもそうですし、共に締まる皆さんもそうですし、いろいろこう日々勉強していかないといけないんですね。そうですね、便利はいいけど、はい、もう本当にカンパシさんまたいいコメントいただきましたけど、すごくいいソフトでも一部の人の悪用で機能制限されてしまうのは残念ですっていうふうにいただいてますけれども、うん、僕も本当にそう思います。すごく便利なんで、変なやつがいてあの使えなくなったりとかすると、もう本当、うん、あの言葉を悪く言うんでしたらぶっ飛ばしてやりたくなりますので、まあ、そうみんながそういうふうに思ってて、そういう使い方をさせない、うん、さっき言ったようにね、あのおじさんが怒るのと一緒で、そういうふうにみんなであの大事なものを守っていくっていう、うんうん、みんなが参加するよっていう気持ちも僕は大事なのかなと。この辺の話はね、ちょっとあのツイキャスの人はこの後すぐになりますし、ラジオの人は来週またですね、ちょっと詳しくお話をさせていただければなというようなイメージで思ってます。あと1分半ぐらいですか。はい、はい、そしたらすいません、ジュナさん最後のところ言えますか、いつもの。あ、はい、わかりました。今日もお付き合いいただきありがとうございました。はい、サンプルネット AI とメタバースでつながる沖縄、この番組はもちっと新食感のもちるふる様、琉球大学当初地域科学研究所、宮古島市刈俣自治会が運営するつながろう刈俣プロジェクト、アンツメンバーズのスポンサーにてお送りいたしました。また来週以降も AI の話というところで深く掘り下げていけるのかなと思いますので、来週の分もですね、録音収録分になりますが、どうぞお付き合いください、はい、ということでお相手は松田純奈とメタロポリスの小林でした。また来週。ありがとうございます。ありがとうございます。
いやさーさー、はーいやー、皆さんこんにちは、松田純奈です。はい、メトロポリスの小林です。チャンプルーネットアンツ AI とメタバースでつながる大きなは今週も始まりました。そうだ、言いつつ実はこれは収録ものになっております。先週と今週と引き続き、若干初めての試みでございます。収録放送となっております、はい、ですのでちょっとねツイキャス見られてる方多くいらっしゃると思いますが、そのコメントへの返信ができなくなっております。今日はすみませんが、どうぞよろしくお願いいたします、はい、これあかりさん、はい、リアルで聞いてる方は、はい、まあ、いつもはツイキャスとか YouTube あると思うんですけれども、はい、リアルは YouTube もツイキャスもお休みかな。そうです、YouTube の方にはあの、放送が載りまして、うんうん、ツイキャスはアーカイブから確認ができます。あ、なるほどなるほど、はい、じゃあコメントは いつもはあのツイキャスとか YouTube にいただいてますけれども、今日ツイキャス見てくださってる方はツイキャスにしていただいて、ラジオとかその他の媒体で聞いてくださってる方はメールの方がいいのかな。そうですね、じゃあメールでいただいたら今日録画なんですぐに、すいません、反応できなくて申し訳ないんですけれども、次週、うん、はい、メールの方、見させていただいてコメント返信させていただきますので、メールの方も頂戴できればと思います、はい、というところで純奈さん、そのあたりをいつも通りお願いしてもいいですか。はい、ということで、まずはチャンプルネットアンツ AI とメタバースでつながる沖縄。この番組はたくさんの皆さんに支えていただいております。この番組はもちっと新食感のもちるふる様、琉球大学当初地域科学研究所、宮古島市刈俣自治会が運営するつながろう刈俣プロジェクト、マンツメンバースのスポンサーにてお送りいたします。番組ではメッセージ募集しています。メールアドレスは797、数字の797です。@fmkinowan.comです。